有馬マ・人とは、日本の物理学者、廃人、政治家である。君党は、朝日大受賞。学位は、理学博士。東京大学名誉教授、財団法人日本科学技術振興財団会長、科学技術館館長、武蔵学園学園長、公立大学法人静岡文化、芸術大学理事長、文化勲章受賞者、国立大学協会会長、 東京大学総長、理科学研究所理事長、参議院議員、文部大臣、科学技術庁長,長官などを歴任した。主に原子核物理学の分野で国際的に知られ、原子核構造論などで多くの業績を挙げた。代表的なものに、アリマ、ホリエ理論、相互作用するボゾン模型の提唱、クラスター模型への貢献など。日本学士印象。 ベンジャミン・フランクリンメダルなどを受賞。2005年の世界物理年では、日本物理学会が組織した、同日本委員会の委員長を務めた。日本エネルギー会議の発起人の一人、エネルギー原子力政策懇談会の会長。1998年、当時の総理だった、橋本龍太郎に壊れて、第18回参議院選挙に自民党から出馬。 比例代表名簿1位に搭載され、当選した。自民党が、この選挙で大敗、橋本が敗北の責任を取って退陣した後、公認の小渕慶三から、小渕内閣の文部大臣に抜擢、続く第一次改造内閣でも、文部大臣に留任した上で、科学技術庁長官を建設した。中央教育審議会会長在籍時に、 独自のゆとり教育論を展開したが、官僚により別解釈に用いられたことを遺憾に思っている。提唱した教育論は、指導要領の増えすぎた科目を融合させること。例えば世界史と日本史を一元的に学ぶことや、数学の言葉を英語で学ぶことにより、知識の壁を取り払い、また、科目の増加傾向を避け、応用力をつけさせることが重要と述べている。また、 日本人の若者の学力は低下しているわけではないことを各地で行われる講演会で説明している。2004年の第20回参議院選挙には出馬せず参議院議員1期6年で正解からは引退。この決定は自民党の73歳定年制度によるものだった。1945年より咲く。1946年にホトトギスに初入選。 東大に入学した1950年に、夏草に入会し、山口清村に指示。また東大法と都議室会にも入会。1953年、夏草同人。高橋木関らと、守護戦を創刊。1990年、天意を、創刊、主催。東大俳句会の指導も行う。2006年より12年まで、打骨商戦者。俳人協会顧問。 全国廃止協会顧問、国際廃句交流協会会長、東京都廃句連盟会長。初夏に開く、郵便切手ほどの窓、草餅を焼く天平の色に焼くなど、第一句集、母国収録の初期の句は、モダニズムを彫刻する意識から、日常の中に超現実的なイメージを探し求める、傾向があったが、海外滞在、出張の経験から第二句集、地名の頃に優れた、 海外絵を多く作るようになる。老奥野のキリストの足の釘、日なた古代王いをよそこどきた前など、生活体験ばかりでなく、神話や聖書、古代史を踏まえた作も多い。その後、アカネサス・オの国のカザリウスを関東に置く、第三苦集、天意で、伝統回帰の傾向を強めた。以降の苦集に、自順、立志、踏まれ、文行、法欲、流転、 目視などがある。1987年、天移で、第27回廃人協会賞。2004年、踏まれで第7回、加藤育也賞。2007年、文校で、第3回資格大賞。2012年、ルテンで、第28回資格文学館賞受賞。また2005年12月22日には、東大本郷校舎校内の三四郎地範に、 山口清村区域と並んで混流された。2018年、目視で打骨小妻の有馬博子も廃人であり、1929年に東京に生まれ、深川正一郎に学び、山口清村に支持夫と共に天位を主催している。幼少期から旧正中学卒業まで、静岡県浜松市在住だったことから、浜松市の親善大使、 浜松やらまいか大使20人の一人として2005年10月より就任。東大総長選ではもう一人の候補と同票数となりくじ引きで当選した。行政や政治などの物理学と無縁のことをやり、物理学に専念しなかったことを後悔している。後悔の理由はノーベル賞をもらえていないことであるという日経長官内コラム私の苦笑い。ありがとうございます。